う油、基本ごま油。はいどうも、令和のプリの伝道師ことプリ王子です。今回 YouTube やりだしたじゃないですか。で YouTube やりだしてやってみたいことっていうのがありました。それは面白企画です。で面白企画ってでも具体的に何すればいいのってなった時にインターネットをちょっと検索したらちょっと面白いの見つけたんですよ。そう、今回の企画はバケツプリン作ってみた。バケツプリン、ちょっと噂には聞いたことがあるんですけども、一回も実は作ったこともないし食べたこともないんで、こちら買ってまいりました。ネットで2400円ぐらいで売られてます。 1.9kg、まあ、約プリン30個分の超でかいプリン、バケツプリンを今作っていきたいと思います。まあ多分こんな YouTube してないとね、一生作ることもないと思いますし、食べる機会もなかったかなと思っていて、個人的にすごい楽しみです。じゃあやっていきましょう。どうぞ。プリオジチャンネル。はい、それでは早速開けていこうと思います。開け口はここですね。開くの、ここっぽいな。はいはい、痛い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 。うわ、パリッと入って、待って待って、開けた、怖いんですけど。開閉はズーさんちのカバーを切り取って、プリオジチャンネル。はい、ということで取り出すことに成功しました。プリンの素、プリンの素とカラメルの素、こちらとですね、牛乳 1.75 リットル、 1.75 リットルが必要だということだったんで、こちらにご用意させていただきました。ではこれから、実際に調理をしていこうと思います。どうぞ。はい、それでは調理していこうと思います。まずこちら大きめの鍋を用意していただいて、牛乳 1.75 リットルとプリンの粉2袋を入れて中火にかき混ぜていきます。はい、じゃあ 1.75 リットルですね。まず1リットル入れます。こちらでまず 1.75 リットル入れました。そうしましたら今度はですね、こちらプリンの粉、元ですね、プリンの素を入れていきます。あ、すごいプリンの香り、チンプリンって匂いがします。入れました。そしたら中火にかけていきます。で中火でかき混ぜていきます。でかき混ぜる際はヘラを使うといいということです。でプリン作りをした経験上ですね、多分この気泡はなるべくなくしてあげた方がいいです、おそらく。でこれを沸騰するまでやっていきます。もう色合いは結構プリンです。でポイントはこのプリンの粉をちゃんといかに溶かしきるかっていったところです。おいしくなーれ、おいしくなーれ、おいしくなーれ。はい、今沸騰したので火を止めました。でこれから粗熱が取れるまで放置をしていきます。はい、じゃあ粗熱が取れたので、こちらを容器に、こちらの容器に移していきたいと思います。はい、入れました。じゃあこちらを蓋を閉じて冷蔵庫で10時間ほど寝かしていきます。はい、そうしましたらですね、粗熱を取って冷蔵庫に入れて10時間経過いたしました。プリン完成しました。ではこちらです。一応大きさを確認するために、まあやっぱりプリンシリーズでは有名なプッチンプリン、サイズ感ビッグで用意しました。どれぐらい違うのかなっていうのを試していきたいと思います。まずはプッチンプリンだ、あかんこうな、プッチンプリン、うん、やっていきます。
ましてバケツプリン行ってきたいと思います。バケツプリンです。お、中身見てください。もうこんなんです。こんな結構なの。お皿いきます。やっぱりなかなか難しそうです。こんな違います。参考までに写真を撮りたいと思います。はい、ではこちらにキャラメルをかけてきます。はい、できました。すごい。